よし、じゃあやっていきましょう。ブレイムヒムっていうホラーゲームをやっていきたいと思います。で、多分、以前体験版、デモ版やったことあるかな？で、なんと、あの、赤マントとか、お帰りとか、最近だと事故物件の、あのチラズアートさんの、ゲームでしたっていう。で、セールで安くなってたんでね、もう買って遊んでみたいと思います。やすかさん。あ、やっぱそうなのかな？もうプレスと。おー。一旦ちょっとオプション、ちょっと見てみようか。はい、ということでもう早速やっていきましょう。スタート。ニューゲーム。泣いてる。うわ、何うわ、あ、なんか縛られてる。なんかこの顔見たことやだ。誰か来た。今回長いかシリーズものかな。どっかで途切る感じかな。何何かあるね。なんだ、紐とナイフと暗い。すげえ泣いてる。俺も泣きたい。まだ怖くない。大丈夫大丈夫とか急に振り向かないでね。やめて。何してんの。あ、縄を切った。そういうこと。助けようとしてる。それともなんか一瞬殺そうとしてるのかなと思ったけど。何動けないよ。何どうした大丈夫。落ち着け落ち着くんだ。落ち着いて。ああ、ちょっとケツが割れた。何でもないです。何だったんだ。車？絵をください、絵を。でもすげえリアル。うわ、びっくりした。朝かな？おお、やっと、あ、やっと。赤ちゃんを、養う。どういうこと？養う？あ、これ？あー、赤ちゃん。で、あ、シフトキーでなんかちょっとしゃがむけど、あ、C でクランチだ。で、左クリックと。お、赤ちゃん？おー、ほほ、右にいる。かわいい。あ、で、ベビーベッド。はい。持つかなあれ。パンパス、ムニーマン。ちょっと見てみようか。ああ、かわいい。どっちだろう。女の子にも見えるし、男の子にも見える。どっちでもあり得るよね。あ、これ？これ何？タブ。あ、タブキーでアイテムか。で、これを赤ちゃんに使う感じじゃないもんね。うん。一旦ちょっと、あ、ここか。あー、なるほど。粉ミルクね。ミルク。で、コート。あー、かわいい。ちょっとズームしたいけど、ズームないかな？あ。R でちょっとズームできた。で、いい音楽。まあ、とりあえず、あたりを見回すって書いてあるけど、何かある？
これなんだろう。あ、おー、赤ちゃんの写真、いいね。お母さんと、あ、ちょっとあれかな。あ、でも、誰でも鼻にチューブするときあるのかな？出産？出産に立ち会ったことないからわかんないけど。危なそうになったらチューブぐらいはするかな。なんか一瞬ほら、出産自体が危ないみたいな。誰も映ってない、一番怖いって。よくあるあるだよね。で、こっち。なんかすっげえ、派手めなドアだねって。あ、ダメそう。あとどこだろう。あ、これ？これなんだろう。指輪か？あ、指輪だ。ダイヤモンドが欠けている指輪。何？あ、あったあったあった。リク、え、あーマジで？離婚届と、あ、ダイヤモンドが欠けてるっていうことは、指輪外してなんかぶん投げて、みたいな、そういうことか。はい、赤ちゃん。はいよ、はいよ、はいよ、はい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 。はいよ。はいよ、はいよ、ふい、ふい。あ、ここに寝かせるの？一緒に？一緒に寝る？一緒に寝ちゃおうか。全然怖くないよ。ホラーゲームだよね。赤ちゃんゲームでした。何急に、何急に、うわうわ、ぐにゃぐにゃ。あ、赤ちゃん、あ、覚えてる。うわー、あいつだ。何してんので、ここ覚えてる。これあのデモ版でやった、いろいろちょっとした検証まで やっちゃったよねっていう。あ、でこれは左クリックしながらこうみたいな、うん、でこうで、こうと。赤ちゃん探すよ。でもここはデモ版でやったんで、とりあえずデモ版のクリアぐらいまで今回行こうかな。で、今回日本語だからすげえ嬉しい。前回ね、日本語じゃなかったから分からなかったけど。あー、こうやって開けるタイプ。久しぶり。ここはない。おー、セービング。はいと。ちょっと一瞬止まるね。で、鍵と。で、で、こうだよね。あー、やべ、そうだ、ホラーゲームだった。で、ホラーゲームなんで、ちょっと明るくする？どこまで明る、うん、明るいね。このぐらいが見やすいかも。いちいち編集で明るくしなくてもいいかも。で、シフトキーちょっと走れる。ロッカーに入れるんだよね。確か赤いロッカー。デモ版はあんまりダメだったけどっていう。これなんだろう。室外機か。こういうところも調べらんないね。びっくりした。うわ、うわ、誰開けた？忘れてる。デモ版結構前にやったから忘れてる。うわー、あれと同じだ。びっくりした今。デモ版と同じだけど全部忘れてるからわかんないよ。で、確かここ開かないんだよ。で、なんか、あれじゃない？ピアノじゃなくてなんか物をさ、投げるんじゃなかったっけ？それも、ああ、これ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 。出た。はい。あれ？あ、一旦下に行かないといけない。それは覚えてた。で、ここを一旦フラグ開かないから、ピアノでドン。確かそうだったよね。あー、忘れた。忘れたっていうか、もうほぼ忘れてる。やめて。で、こう。で、あと押すっと。左クリック押しながら、はい、どすこい。待って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 。で、こうやって押しながら、
こうやって、クリックしながら、あれだね。ドラッグ&ドロップ。で、ドスコイ。ドスコイ。で、これもちょっと危ないから。ちょっと。で、暗い。あ、F でフラッシュライト。でも消さない。絶対消さない。デモ版と何が買ってるんですか？忘れてた。もしかしたら、もしよければデモ版の動画もあるんで、見てみてください。いろいろやっちゃってるんで。あ、そういえば、ジョイナス。これね、覚えてる覚えてる。まあ、とりあえず、デモ版のところまで行っちゃおっか。誰？ちょっと明るすぎるかな？これちょっと明るすぎる？こういうところは電気いらない？やだやだやだ。なんか明るすぎるだけ。こういうのあれなんだよな。うん、ここでいいや。もう普通でいきます、普通で。はい、はい、はい、はい。開けますよ。まあ、とりあえず、何もないね。うん。お、開け方がスムーズになってきた。出たよ。出たよ、これ。これ入れるんだよね。で、デモ版は絶対もう逃げれないって。ここまで戻ってこれなかったから。今回は死なないようにすればいい感じかな。で、ここは開かないんだよね。同じだ。ここら辺はデモ版と同じで、今思い出した。あそこにいるんだった。これスタミナあるんだっけ？そういうのはちょっと忘れてんな。いるじゃん！え、大丈夫？もしもし。あー、いない。やだやだ。今、包丁見えてたよ。いる？うわ、いない。大丈夫？あー、出た、ラン。はい、ラン、ラン、ラン。ラン、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 ラン。お、ここは？ああ。Q がない。Q がないよ。おらおら。ここ番号。何もないね。あ、こうか。とりあえず行こう。ラン来る？あそこから来るんだよね。これやばいね。開けない方がいいんじゃない？今のうちいろいろ調べよう。あ、2!2! ちょっと。誰かメモっといて。これ貼っといてって。ここ、あ、そういえばここら辺何かなかったっけ？何かあったような気がする。まあ、とりあえず2。でもどんな順番なんだろう？ 2？ クラス、あ、ルーム。A だから、A から始まる。ここは当然。いや、開けたいな。まあ、とりあえずちょっと一旦。女子トイレやった。誰？ここはないね。エレベーターないね。あ、ここ開かない。ここ開かないね。ここはなさす。あ、何かある？なんてことだ。信じられないわ。今日の検査士は赤だった。一度だけやっても何も起こらないって言ったじゃん。どうすればいいっていうの？絶対このことは誰にも言っちゃいけないわ。なんだ赤って。妊娠？こういうのね、デモ版になかったからね。で、出てくる？一旦行ってみようか。まあ、死んでもいいから。一旦行ってみよう。あれ？エレベーターじゃない。ないじゃん。あれ、デモ版だけだったんだ。そりゃそうだよね。誰？トイレにエレベーターは普通ないよね。ここは開かないよ。ない。ない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 。急にできたりはしないよね。誰かいる？あ、あ、何かあった。お、あ、バル。これロッカーだな。ロッカーにバールあるね。大丈夫だね、後ろ。あ、じゃあどっか開く
ロッカーある？いや、なさそうだよね。あ、暗い。あっち暗いな。うん。うん。多分、開くやつは、なんかマークが出るんじゃない？誰誰誰？とりあえず入ります。B。暗い。あ、ここに書いてない。2。あ、いや、書いてる。2と1。21ね。で、もしもし。やっぱデモ版とちょっと違ってるわ。とりあえず今回このステージっていうかさ、そこだけやったら終わりにしようかな。21。393って、9がなかったけど。あ、奥やばそうだな。で、クラス C と。ここ明るい。あれ ?2 となんだっけ ?23?234。やべ、ど忘れした。ついさっきのことだったのに。何もないね。まあ、とりあえず、数字分かったんで、奥行こう。戻ろう。なんだっけ ?24 か。21だった。214。どこだったっけ？ここだったはず。214と。あ、4桁だった。214。あ、開いた。あれ？開いちゃった。4桁じゃなかったか。俺は勘違いでした。で、すげえ、すっげえ眩しい。何かある？なんで勝手にしまった？来る？ああ、セーブ。セーブありがとうございます。セーブ嬉しい。うわっ！いる、誰かいる、誰か。なんか虫顔がさ、ぐにゃってなったの何？急、ああ、こういう感じ？ええー、やだ。傾くけどさ、今どこにいんの？あの人。いる、いる。やだ、これ、ホームな、ああ、ここあった。あ、やべ。一旦、こう行こうか。いる、いる。来てる。これどういうタイミングで行けばいいんだ、これ。怖い怖い怖い。いる。うっそ、バレた。やだ、やめて。逃げる逃げる逃げる。うわー、帰ってきた、やめて。びっくりした。あ、やばい、こういうのすげえ怖い。いるじゃん。いや、ごめん。何それ。あ、見つかってなかった。どういう基準。出れない、出れないよ。あ、しゃがもう。しゃがんでなかったからダメだ。どういうルートなんだ。そっち行くんだよな。一旦後ついていこう。ここなぜ開かない。来ちゃう。ここバレるんじゃない。どこにいんの。こっち行こう。入れる。あっぶね。斜めで見つかった。なんかやばい、さっき。オッケー。どこどこどこ。うわ、ここドライバー、ドライバー。え、ドライバーは？
鍵。あ、鍵で、一旦隣の部屋に行って、で、ドライバーがあるって感じか。いや、なんで頭ぐにゃってなってんの？厳しいな。あそこから見つかるんだよな。こう。危ない。やべえ。距離感がわかんなくなっちゃう。これだと。近くまで来てんのかな？あ、来てそう。ああ、ちょっと。あ、いる。こう。いや、そっちだと、来るね。来てるね。危ない。ああ、怖かった。なんで頭、くしゃってなってんの？なんで後ろ見る？うわっ！あ、どっかですか？ああ、アイテムない。アイテムないか。一旦、これを取って。いるね。すぐそこいる。あっち行きたいんだけどな。あ、ここバレちゃうんじゃね？バレないか。どっかで、一旦戻った方がいいような気もするんだよな。あ、あっち行った。今のうち。オッケー。ギリギリいけそう。早く行って。で、鍵と、なんだこれ。セラピストが自分の気持ちを書き留めるようにとまた言ってきた。こんなんで集中力上がるなんてとても思えない。私は書くのが嫌い。でも私の今日の気はとても良い。なんだってジョーンズっていう男があれをまた持ってきてくれるんだもの。え？ここかけられとこない。やばい、大丈夫？え、鍵？鍵って何の鍵だろう？ 220 号室？ドライバーは？ドライバーじゃなかった。あ、あった。ドライバーあるじゃん。これ？これで殴る？これじゃないよね。これがドライバーの代わりか？危なかった。とりあえず行こう。ああ、右行った。こっち。こう。で、すごいやばい。あ、オッケー。こう、いいよ。オッケー。怖え。で、これを持った状態で。全然デモ版と違うじゃん。なに急に何？びっくりした。お、いいね。自動で使ってくれる。プラスドライバーじゃなくて、これだったね。これなんて言うんだろう。うわー、ダクト。ありがとうございます。で、こう。怖え。うわー、多分そこは、何もないね。ダクトだ。セーブ入った？とりあえずじゃあ、ダクト。ダクト過ぎてセーブになったら、
今回終わろうかな。みんな大好きダクト。なぜダクトに入りたがるんだろうって。右か左か、うわ。クモの巣だらけ。なになになに？来てる？来てないよね。ここ割れたら超怖い。ここは何もないね。あ、結構上がってってるから高いところに出る感じ？こっちしかねえ。どこに行くんですか？あー、トイレだ。あー、怖かった。何かある？なんてことだ。信じられないわ。あそこに出る。あ、で、これか。220号室の鍵か。セーブはセーブ。あー、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、とりあえず戻ってきたから、鍵だけ使おう。セーブだもんね。うん。別なステージに行くんだったらあれだけど。あ、225室じゃなくてロッカーか。どこだ？ここ。なかったのに。ね、最初こんな番号なかったのに。あ、ここだ。ここだ。あー、で、バールか。なんか、クマタンもあるんですけども。かわいい。うお、ちょっとリアル。ちょっとさ、笑ってるの、ちょっと怖くない？ほら。リアル。これ、なんのクマタン？え？なになになに？なに？うわ！なんであなた。割れないね、簡単に。で、こっちから来てたね。こっちから来てたんで、どっち逃げんだ？一旦ちょっと待ってね。バールで開けるところどこだ？あと回避できるところなんてないよね。あ、これあれか。これここか。オッケー。行こう。でもこの足の遅さだよ。大丈夫？ジャンプする？ここだ。あー、やべえ、突っ込んじゃったんだ、俺。行きます。一旦クマタンね。これ何かある？ケツに何か隠されてるわけじゃない。行きます。行くぞ。来てる。やめて。ダイヤ、うわっ。行った。うわっと、危なかった。おー、で、行って、椅子。やめて。お、来る。いや、椅子だけじゃダメでしょ、もう、これ。どうなる？収まった。怖い。音楽がまだ怖い。動かないんだ。なんで暗くなったの？ローディング。うわ、なんで、今風の VHS？ あ、動くんの？なんですか？出して。やめて。怖い。あ、セーブ。はい、というわけで今回これで終わりたいと思います。いきなし VHS 風になったんで、一旦ここで区切って、次回ね、VHS を楽しみたいと思います。どんな締め方。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。